注意、この動画には以下の成分が含まれます。苦手な方は視聴をお勧めしません。大丈夫という方は見ていただけると幸いです。皆さん、はじめまして。今回からマインクラフトの実況をやっていきたいと思います。初編集なので、温かい目で見ていただけると嬉しいです。では、やっていきましょう。ワールド名は何にしましょうか。インダストリーだとなんか寂しいなぁ。何か追加しましょうか。発展でもつけますか。ワールドタイプはデフォルト、ボーナスチェストはオン、チートは念のためオンで、シード値は、撮影時の日付にしましょうか。それでは、ワールド生成しましょう。長いのでカット。重いので少し倍速。さて、ボーナスチェストはどこかな？お、あった。中身はなんじゃろな。む、実績解除の花火が重いかな？それともまだ規定読み込み中なのかな？日本一点の近くに峡谷かな？鉱石どこかに露出してないかなぁ。自然が入っているので、大理石や花崗岩が生成されていますね。あ、日本地点にマーカーつけ忘れた。どこに保存したっけ？ま、いっか、ここら辺で。スタート、と。お、かぼちゃだ。いらないけど。とりあえず、導入しているモッドの紹介をしましょうか。グレッグアンオフィシャルをメインにイマーシブ、PC、AE2、エンダー IO、レールクラフトと便利系を導入してあります。カットオールが入っているので、伐採は楽ちん。ただの木こりを流してもしょうがないのでカット。さて、仮拠点の場所を探そう。なるべく平らな土地がいいなぁ。お、野生のベッド発見。剣がないから斧でいいや。で、外した。あれ、どこ行った？こいつか。違う、こいつも違う。あ、こいつか。あと2匹。よし、3つ確保。左は山岳かな。あ、AE2の隕石発見、しかも3つ、ラッキー。鉱石露出してないかなぁ。あ、鉱石は、グレッグと AE2の鉱石以外は生成オフにしています。感じの地形ですね。多分仮拠点が拠点になり変わるから、3×3 チャンクがなるべく平らな場所を探そう。なんだこの穴。深そうだから後回しにするか。この辺りなんかいい場所ですね。ここら辺にしますか。
作業台はここに置こうかな。原木から木材ニツはグレックを投げる。ゲット落ちて、と。なんか違う。どこに置こうかな。ここにしよう。さて、鉱脈探しでもしますか。何かの鉱脈発見。石炭かな。ここからだと遠すぎるな。後で行ってみようかな。お、村だ、鍛冶屋あるかな。作物いただいていきますね。そこそこ大きい村かな。鍛冶屋はないのか。ここはいいのやつですね。いただけるものはいただいてしまう。交易の出番はあるのかな。エメラルドも鉱脈で手に入るし。鉱脈探しのための石を取りに行こう。この木邪魔。これも。周囲は山岳だらけかな。鈴や四面道具を探しでお世話になりそう。どこから採掘しよう。ここら辺から採掘しようかな。壊れた。予備もないし、もう夜なので仮拠点に戻りますか。
拠点どこだっけ。またマーカーつけ忘れたか。どこだっけかな。お、ここか。キリがいいので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。